皆さんこんにちは、日向小次郎役佐藤武也です。そうですね、僕らの世代は、昭和の再放送と、平成版 J ですね、を見ていたので、漫画よりはアニメの印象の方が強いですね。はい。なのでよく学校とかで、いろんな真似をして遊んでいた覚えがあります。これ完全にアニメの影響なんですけど、僕は野球しかしたことがなくて、で、まあ、翼の影響で、こう、サッカーとかみんなでやるんですけど、ドリブルするじゃないですか、ドリブル。ドリブルした時に、蹴ったらボールが勝手に戻ってくるもんだと思ってて、ズサー、ズサーってこう戻ってくるもんだと思ってて、ドリブルして、あれおかしいな、みたいなことを思ったりとか、あとは、名和のゴールキーパーの若島津くんがいるじゃないですか。空手キーパー。よく、何人か、若島津みたいに三角跳びやろうと思って、足を捻挫するっていうのが、同級生にたくさんいましたね。はい。そんな翼の思い出があります。はい。そうですね。基本的には等身大の少年たちの物語だと思ってるんですけど、何かこの特殊な能力が備わっているわけでもなく、こう自分たちのチームワークと、力を高めて戦うというサッカーのアニメだと思ってるんですけど、そんな中にもやはりまあ、翼くんのオーバーヘッドとか、まあ、ヒューガでいうところのタイガーショットとか、なんかこう、もしかしたら、頑張れば自分にもできるかもしれないみたいな、すごく、親しみを持ちやすいなと。はい。まあ、立花兄弟のアクロバットサッカーもそうですけど。うん。そんななんか、もしかして、頑張ったら俺たちにもできるんじゃないかっていう、夢を持たせてくれるのが、翼の魅力かなと思いますね。はい。オーディションの時は、もう服着てしまいましたけど、さっきみたいに袖をまくって、受けさせていただいたんですね。なんか形から入った方が楽しいかなと思って。で、どうしても、昭和版だったり平成版のヒューガのイメージって僕の中にあって、その、なんでしょうね、これがヒューガ、小次郎だよなっていうイメージって皆さんの中に絶対あると思うんですね。で、それと同じように僕の中にもそれがあって、それをうまい具合にっていうか僕の中でこう落とし込みながらも、僕なりのそのヒュー画像みたいなものを作っていかなきゃいけないんだろうなっていうのはオーディションの時に思いましたけど、まあその中で一番僕がヒューがやるにあたって大事だなと思ってるのは、なんかこう常に飢えているというか、ハングリーであるというか、勝利というか、そういったものに、飢えている、それこそ虎のような男、うん、猛虎小次郎というぐらいですから、そういったものを、アニメの中で僕なりに表現できたらなと思いながら、オーディション臨ませていただいた覚えがあります。はい。喉を枯らさないことですかね。ヒューガくん、登場から、すごいんですよ。相手チームのことを、なんつうんですか？結構、きつめの言葉で、こう、ぶつけていくので、で、プレイ中も、まあ、チームメイトに指示を出したりだとか、それこそ、翼くんや美咲くんに対しての、その言葉の熱というのが常に熱いので、僕自身が、何ですかね、フィジカル面で、ヒューガ君に負けないように、頑張らなくちゃいけないな、というのは、常々収録の時に思っています。はい。はい、というわけで、また新たにキャプテン翼の世界が描かれることになりました。キャスト一同、毎回毎回、熱を入れて、そして、翼ってやっぱり面白いなと思いながらですね、収録やっておりますので、ぜひ皆さんもご来てください。それでは会場にお返しします。ディアッ！